昔、アルバイトで家事収納アドバイザーのアシスタントをしてた。ある時、奥さんが育児のエローゼ気味で、物を片付けられず、ゴミ屋敷になりつつある家の仕事依頼が入り、先生と一緒に家に伺った。30代の夫婦と、まだ幼い子供さんの一家で。当日は、手伝いのため、奥さんのご両親も来ていた。行ってみたら、ゴミ屋敷というほどでもない。ただ、確かに物が積まれていて、服なんかは全部出しっぱなし。家は新築で、とてもおしゃれな感じ。聞けば、引っ越ししたら、環境の変化のせいで体調を崩し、体が動かなくなった。今は、子育てをするのが精一杯で、片付けに手が回らないと。旦那さんは、家が建ったばかりの時の、広々と明るい部屋の写真を出してきて、こういう空間を取り戻したい。不要なものを捨てて、きちんと収納してもらいたい。そして、片付けの方法を妻に教えて、維持できるようにしてもらいたい。と言ってきて、隣で、奥さんは申し訳なさそうにしていた。で、先生は、家の中をぐるっと見渡して確認した後、戻ってきて一言、無理だわ。は?と固まる一家に向かって、さらに一言。だって、ここ、収納スペースがほとんどないじゃん。そもそも収納できないじゃん。確かに、よく見るとその家には、階段下と浴室の横に、ちょっとした物入れのスペースがあるだけで、押し入れやクローゼットのような、収納スペースがない。いや、でも、プロなんだから、片付けられるでしょ。と、旦那さんは煽り気味に食い下がったけど、例えば、寝室は旦那さんのこだわりで、和風モダンな畳部屋。布団で寝てるんだけど。じゃあ、その布団をどこに片付けるのよ。和室なのに押し入れないじゃん。先生、布団や洋服や、その他生活用品など、必要最低限なものを選んで、旦那さんに、これをどこにしまうのか指示してください。そうしたら片付けます。私は収納のプロですが、魔法使いではないので、これを小さくしたり、亜空間に収めることはできません。旦那さん、ぐぬぬ。いや、収納スペースなければ、そりゃ、広々と明るい部屋になるはずだ。引っ越し前に住んでいた家は、収納が多めにあったので、問題なく暮らせていたらしい。この家に引っ越してきてからは、収める場所がないから、出しっぱなしにせざるを得なく。奥さんは、収納家具を買いたいと言ったのに、旦那さんが、家を買ったから金がない。だいたい、広い家に引っ越すのに、そんなのは無駄だ。と一周したと、後で聞いた。頑張って片付けても掃除しても、ごちゃごちゃと物が積まれる家にいて。奥さんは、どんどん気力がなくなっていったのが真相。おまけに、キッチンは異様に狭いし、とにかく、家の中の動線が変。しかも、ここの家の階段、スカスカに隙間が空いてるデザインで。しかも、強化ガラスみたいなのを使ってるから滑る。子供さんなんかは小さいから、隙間から転落する恐れすらあった。先生、こんな家じゃ、私だって片付けられないわ。子供が危ないんじゃないかと思ったら寝てらんないし、そりゃ鬱にもなるわ。よくこんな家を設計したね。家を設計したのは、旦那さんの友人だそうだ。旦那さんは、いやいや。設計者は、何度も、コンペで賞を取っている優秀なやつで。と、ムキになってたけど、おしゃれな商業スペースをデザインするのと、暮らしやすい家を設計するのは、全然違うだろう。と、奥さんのご両親に説教されて、シュンとなってた。結局その日は、仕事はキャンセルで、そのまま帰った。交通費、プラス、出待ちは、奥さんのご両親からいただいたけど、だいぶ経ってから、奥さんから連絡が来た。あの後、子供さんを連れて実家に帰ったら、だんだん元気を取り戻したそうだ。家から離れたら、つきものが落ちたようになったと。奥さんのお父さんは、ちょっと名の知れた人と友達なのを鼻にかけて、娘の意見も聞かずに家を建てて、娘を病気にした。
だいたい建築費用の3分の1はうちから出してるのに、ふざけるな。とカンカンに怒ってるらしい。おしゃれで明るくて綺麗だけど、人を病気にする家ってあるんだなと。他人事だから面白かったけど、高い金払ってあんな家を建てる神経がわからんかった。